はいどうも白滝です。動画のね、序盤ではあるんですけれども、皆さんにねご報告があります。なんと掛布選手を獲得することができました。いやーありがとうございます。本当にまあいつやったかな、10月の2日か3日か4日か4日に OB 第1弾狙うてスカウトが登場しまして、まあ70連引いた結果掛布さんは出ず、まあその後ですね、まあ30連追加で引いたんですけれども、そこでも出ず。で、最終的には裏で無心で引いた結果、掛布さん当たりました。欲がなければ欲しい選手がね、当たるというオカルトがありまして、まあ欲があるからガチャを引くんですけれども、まあそれをね、抑えた結果、まあ掛布さんをね、獲得することができました。まあ今後はですね、ランク戦のね、まあ、サード枠で、まあ、ガンガンね、使っていこうかなと思います。お知らせの方に来まして、プロスピ交流戦事前エントリー受付中、まあ、事前エントリーは10月7日12時59分までなので、まあ、それまでにやってください。一番重要なところが前回からの変更点。エントリー取り消し後、再エントリーした際、直前エントリー取り消した時のオーダー可能な範囲で自動編成されるようになりました。こういった変更点があるんですけれども、これはね特に重要ではありません。イベント画面の方に来まして、まずは報酬から見ていきましょう。累計プレイ数報酬というものがありまして、まあプレイごとにね報酬がもらえます。で、重要なですねエナジー、これがね全て合計で25エナジー獲得することができます。他重要なアイテムは累計プレイ数28プレイで S ランク契約書を獲得することができます。この S ランク契約書を獲得した時点で開封するべきなのか、まあこれはですね、今現在にシリーズ2の選手で、まあ、欲しい選手がいるのであれば、開封してください。欲しい選手がいない場合はそのままね貯めていってください。マッチングスピリッツによってリーグレベルがね選ばれまして、まあ、リーグレベル極みの1位の報酬が200エナジーで、2位が170エナジーで、3位が150エナジーで、4位が140、130、120というね報酬になります。こういったね質問が多くて、リーグレベルをね下げて参加する方法、まあこれはですねリーグ順位報酬のエナジーがねいらない方は、まあそのやり方をやってください。まあリーグレベルを下げて、こちらの方個人タイトル、まあコインをね狙っていく方であれば、まあリーグレベルね下げていいと思います。リーグレベルを下げることによって、まあ、最近始めた方、まあ、初心者の方と、まあ、マッチングするようになっていまして、まあ、その中で、まあ、自操作が、ね、上手い人であれば多分、ね、全部取れると思うので、まあ、コインが欲しいのであれば、まあ、リーグレベル下げてもいいんじゃないのかなと思います。まあ、基本はですね普通通り、ね、やってもらいまして、まあ、この、ね、110エナジーとか120エナジー、まあ、そちら狙ってもらった方がいいんじゃないのかなと思います。一番重要なプロスピ交流戦のオーダーについて話していきます。まず簡単なのが投手ということで、投手から話していきます。この交流戦、前回からね大幅な変更がありまして、特殊能力がね発動しなくなりました。特殊能力が発動しないということで、こちら見てください。チームスプリッツは89000で、最大コンボ上昇量が0になります。ここが注意ポイントでして、特殊能力がね発動しないということで、もともとのステータスがかなり重要になってきます。例えばこちら楽天田中将大選手、まあ、元々のステータス見てください。9位から83、85、85、この能力で相手とね、まあ、戦うことになります。投手のポイント2になりまして、特殊能力がね発動しないということで、まあ、スピリッツがかなり重要になってきます。このイベントで、まあ、唯一ね能力を下げてくれるのがスピリッツの差になりまして、まあ、今現在のね最大のスピリッツが3800、3800が最大ということで、3800の投手を、まあ、入れていってください。投手のポイント3になりまして、ランク戦みたいな起用の仕方は絶対にしないでください。先ほどね話しましたポイント2で、このイベントで能力を下げることができるのはスピリッツの差だけなので、まあ、絶対にねこういった外コバさん、今現在ねスピリッツ3200、まあ、こういったですねランク戦で打ちにくいような選手は絶対に入れないでください。今現在最大スピリッツである3800、まあ、3800がいなければ、まあ、3700の投手を必ず入れてください。投手のポイント4になりまして、中継ぎの選手を使った、まあ、大量にねタイトルを取れる方法、これについて話していきます。中継ぎの選手を使って大量にねタイトルを獲得する方法で、まあ、準備する選手のねステータスが、スタミナが高い選手をぜひとも選んでください。福谷選手はスタミナがね76になりまして、まあ、一番いいのがスタミナ A の選手、まあ、例えば則本選手かな、中継ぎできた則本選手、まあ、あとは、ベストナインタイトルホルダーの山本由伸投手、まあ、このね3人持っているのであれば、まあ、それらを中継ぎね起用してもらえばなと思います。
この中継ぎの選手を使って、まあ、どうやってね進めていくのか、まずはですね先発陣に投げてもらって5回まで行ってもらいます。5回の2アウトで中継ぎの選手に変えてください。中継ぎの選手に変更する理由としては1人に勝利数をね集中させることができるので、まあ、こういったね起用方法をしています。先発であれば5人がねローテーションしていて、まあ、それぞれのね勝利数になるんですけれども、その5回で勝利投手のね権利を中継ぎの選手に集中させることができるので、まあ、こういったねやり方をしていってください。これに関しては後で実践でやっていきます。5回2アウトで中継ぎの選手に変えてもらいまして、まあ、その後ね最後まで投げてもらいます。で最後まで投げてもらうためにスタミナがね高い選手を選んでください。投手の最後のポイントになりまして、抑えのタイトル、これねどうするべきなのか、まあ、これは優先度が低めになります。このイベントは自走者ね5回できまして、まあ、打者に3から4で、まあ、投手のね中継ぎ変更に絶対1いるので、まあ、そこで大体使ってしまう。そういった場合、まあ、自分でね抑えの選手に変更することができないので、まあ、抑えのタイトルは、まあ、優先度はね低めになります。打者の方になりまして、これもね投手と同じで特殊能力は発動しません。もともとのねステータスが重要になってくるということで、まあ、ステータスが高い選手、そしてスピリッツが高い選手、まあ、これをねスタメンに起用していってください。序盤で説明したんですけれども、リーグレベルを下げる場合はこのベンチをですね C ランクとか D ランクにすれば、まあ、マッチングスピリッツが下がります。次に重要なのが打順の方になりまして、打者のタイトルを獲得するには1人の選手を自走者していってください。で自分の場合はですね3番の高橋由伸さん、まあ、これをひたすらね自走者していけば、まあ、タイトルをね大量に獲得することができます。次のポイントになりまして、まあ、自分はね由伸さんを自走者する。で1番2番をですね足がね速い選手をぜひとも入れていってください。打者のタイトルで盗塁王があります。でホームの場合はね自走者できるんですけれども、ビジターの場合は、まあ、コンピューターなので、まあ、自走者はできません。まあ、そういった場合ね、まあ、盗塁王を取れる条件としては、まあ、足がね速い人を入れておけばいいので、まあ、1番2番に、まあ、足がね速い、まあ、盗塁がねできるような選手をぜひともね入れていってください。次のポイントになりまして、守備は気にするべきなのか、まあ、これは気にしなくてもいいと思います。まあ、今現在ね坂本さん3800を使っていまして、まあ、源田選手か、まあ、守備がいい源田選手を使うべきなのか、まあ、これはね、まあ、スピリッツが、まあ、松井和夫さんとか、まあ、使うべきなのか、これはまあ使わなくてもいいのかな、まあ、スピリッツが高い選手を、まあ、とりあえずスタメンに起用していってください。そして打者のポイント最後になりまして、チーム方針、これはビジターゲームの時かな、まあ、コンピューターの時の方針になります。今現在代打代走守備固めがね積極的になっているんですけれども、これね全て消極的にしてください。まあ、スタメンで起用している選手がね代打出されれば、まあ、その分ですね打席数が減ってしまうので、全てね消極的にしてください。継投の方も消極的になりまして、5回2アウトで中継ぎの選手に変えてもらいます。まあ、その後ですねその中継ぎの選手に最後まで、ね、投げてほしいので、まあ、消極的にしてください。盗塁とエンドラン、これはね積極的にしてください。まあ、ビジターゲームの時にね盗塁してくれれば、まあ、その分ね盗塁の数が増えるので、まあ、この2つは積極的でいいと思います。プロスピ交流戦で投手と打者の攻略に関しては、まあ、以上になります。実際にやっていくんですけれども、自分で出番を決定、お任せで出番を決定、これねタイトルを取るには、まあ、自分で出番を決定、これを必ず選んでください。こういった画面になりまして、必ずね、まあ、1打席ずつ進行していってください。ワンアウト1、3塁こういった場面で、まあ、操作すると、まあ、複数回ねプレイすることができます。こういったピンチの場合、まあ、使ってもらってもいいんですけれども、まあ、基本はですね打者に 3、4回で中継ぎに変更するのに1回、まあ、この5回で、まあ、基本はね進めていってください。これねワンアウト取ったんですけれども、もう1回ねプレイすることができます。こちら阿部さんの打席と、攻撃の時タイトルをね取りたい選手1人を、まあ、必ず、ね、自走者していってください。1人をね操作することによって、まあ、本塁打とかね、まあ、打率、まあ、あとはですね打点、まあ、全てねタイトルを獲得することができます。この5回で勝利投手の権限を中継ぎに渡したいので、まあ、もしねワンアウトで1塁にいる場合、まあ、これねゲッツーした時は、まあ、田中選手ね交代することができないので、まあ、ここで出番ね選んでもらいまして、中継ぎに変更してください。まあ、さっきねオーダーセーブしてないということで、まあ、福谷さんなんですけれども、まあ、とりあえずね5回の2アウト、まあ、5回の1アウト1塁いた場合は、まあ、中継ぎに変更してください。
はい、ということで動画ね結構長くなっていると思うんですけれども、すべて解説しました。まあ、最後まで、ね、見てくれた方々ご視聴ありがとうございました。まあ、よければですねチャンネル登録とね高評価もよろしくお願いします。ということで今回は以上。